ギガ連射。さあ、やっていきましょう。今日はクタの天気です。テンション上がらないね。天気って言われてさ、テンション上がるやついるのか。これはあんまりこう、見せ場のない動画になりそうな気がするけどな。まずあらすじから読んでいきましょう。あらすじ。ほい。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、パソコンも簿記もお手の物な脅威の無表情キャラクター。今日は自宅で数字を打つ、そして打つ。まずは天気かマウス、どちらかのモードを選んだ後に、右から流れる数字を順番に消していこう。打つ数字を間違えるか、数字が左端まで到着してしまうとゲームオーバーになっちゃうぞ。素早く正確な指さばきで、クターと一緒に天気をマスターするべし。まあね、これ、あれだな。簿記とかやる人はいいかもね。うん、強い人はアッキーさん。覚醒している。他の追随を許さない得点のトリップリったら、すごいな。すごいな。おぉ、やろう。これは今何？どっちモード？あ、4、9、4、3、1。不協和音が聞こえてくる。これさ、マウス限界ない？あ、後ろにネイビーがおるんじゃが。これね、ちょっと難ありかなって思うのは、まあ一回やってみるか。一旦戻って、天気の、どっちか選べるんだよね。ん？今は、あれだね、マウスモードだわ。キーボードモードにしたいんですけど、一旦出ないとダメかな。358864、あ、64657。ってことでね、一旦戻って、で、天気の方でやってみましょう。ただ、ちょっと、どうかな。あ、違う部屋に来た。984469。0がね、あ、0が、OBS の開始ボタンに設定してるので、ショートカットに設定してるので、ホットキーかな。押せないんですけど。0だけね。一瞬手が止まるよ。979229697586878784647。ああ、これ上手い人はめっちゃ上手いんだろうな。果てしなく上手いんだろうな。見てよ、そういうの。上手い人のこの天気。俺は残念ながらその舞台にすら立っていないけど。はぁ、神崎。もう簿記ガチ勢とかってすんだろうな。聞いたことねえぞ、この名前。神崎 MRXM、4580とか、和太陽。このあたりの名前聞いたことないな。もう一回やってみるか。どっちがいいの？右手と左手、こういうの。右手かな？もう一回チャレンジしてみます。一応、これラストチャレンジね。あ、はい。ラストって言っちゃったもん。キュキュッコ。はい、クターの天気でした。腕に覚えありって人は、ぜひチャレンジしてみてください。チャレンジしてみてください。アザラシは、こんなもんですね。電卓とかあんまりふんまり早く打てないし、こんなもんです。ああ、ダメだな、俺は。無能力者だ。ほな、また。